大人気企画第3弾、アパレル女子のお財布とスマホケースを調査していきたいと思います。ということで、まずは私のお財布とスマホケースをご紹介します。まずお財布でん、ロエベのこちらを使ってるんですけど、新しくお財布をゲットしました。嬉しい。ちょっとご紹介してもいいですか。なんで買ったんでしたっけ。あのですね、3月15日が最強開運日なんですよ。それに合わせてお財布買っちゃいました。金運が上がる。そう、金運が上がるからっていう意味で買ったんですけど、まだ使ってません。明後日まで。ということは開けませんって思ってたんですけど、皆さんに一足お先にちょっと見せたくて持ってきちゃいました。じゃあ初開封。はい、初開封です。ちょっとリボンだけね取ったんですけど、見せていきたいと思います。かわいいよ、やっぱロエベってこの箱がね、気分が上がる。いきますよ。まだでした。まだで。私が選んだお財布は、今使ってるお財布よりもちっちゃくて薄いものが欲しかったんですよ。なのでめっちゃ薄くなりました。でも、あ、色めっちゃ似てた。確かにちょっと淡い色になった、ね、ちょっと明るい色になったんですけど、そう、このやっぱ片押しのロエベのデザインが私めっちゃ好きで、なんか今はロエベ結構こういう、もうロエベって書いてるマーク、うん、こっちの方が今デザイン的には多くなってるんですけど、うん、やっぱり私はこの片押しのね、ロエベのロゴのデザインが可愛いなと思ってこちらを選ばせていただきました。ここね、結構中しっかり入るので、こっちに小銭を、そうですね、小銭とか、あのお札も折って入れれるかなと思ったので、うん、もう結構即決で選んじゃいました。なんか、ね、前回の財布は、はい、色も濃いし、うん、シルバーのモノグラム。確かにそうだかな。シルバーでした。確かに。けど今回は、うん、嬉しいゴールド。やっぱ私はゴールドが好きですね。より女性らしい。はい。最強開運日に合わせて金。うまいですね、編集長。うまいな。で、スマホケースはちなみにこちら、ドナベンチュラ、まだ使ってます。これは前からずっと同じですよね。はい、ずっと使ってるものがやっぱり使いやすくて、まだまだ大活躍中です。ということで、スマホケースとお財布、調査していきます。レッツゴー。はい、デマージのお二人に来ていただきました。お願いします。お願いします。フリさん初登場。はい、お願いします。今日は、財布をご紹介いただきたいんですけど、はい、じゃあ、ヤオちゃんからお願いします。どうぞ。じゃあ、まず使ってるお財布を教えてください。はい、マルジェラの財布です。いいね。何年前くらいかも。でも3、4年も使ってます。結構、うん、でもめっちゃ綺麗に使ってる。バレない、このシワシワなんで。あと黒色がバレないです。はい、ちょっとここは汚い。いや、でもめっちゃ綺麗。これはなんで買った理由とかあるんですか？でもシンプルなの、うんうんうん、長く使いたいのでシンプルなものが良くてこれにしました。はい、マルジェラと他に悩んだりしたんですか？即決です。え、ずっと見てて、そうです。もう狙ってたっていうことですね。はい、そうです。ちなみにちょっと中を見せていただいてもいいです？はい。かわいい、やっぱりマルジェラね。ここがかわいいです。むちゃむちゃ、まあ、フル活用してこことかもこう入る。はい、入ります。ここもカード入るので、うんうんうん、なんかこの中にね、なんか入ってるんですよね。お守り。もう汚いわ。何のお守りなの。なんか自分の体に何かあった時、身代わりなので守ってくれてて、割れたらあかんらしいです。へー、多分。でもわかる、なんか私もお守りってお財布に入れちゃってますか。うん、なんか一番近くに毎日持ち歩くので入れてます。いいですね。ありがとうございます。じゃあ続いてはスマホケースもね、ちょっと見せていただきたいんです。なんかトポロジーのやつ。紐は、はい、夏になったらつける予定です。あ、そうかそうか、はい、そういうこともできるんだ。はい、中のね、カードもかわいい。レマージュの前に配ってたステッカーです。うんうんうん、か
やっぱり透明だとね挟んで遊べるからいいよね、うん、意外とこれ割れへんくて あのめっちゃ落とすんですけど、うん、割れないので、うん、お気に入りです。はい、ちなみに狙ってるものはあるんですか？変える、変えたいって言ってたけどね。でも同じやつで、紐は。すごい同じやつやっぱり紐だけ変えたいです。へー。はい。なんかギャザーのかけるんじゃなくて手で持つタイプのやつに今変えたい。手で持つタイプも出てきた。はい。なんかこのぐらいの。そう。あります。それは気になる私も。じゃあ紐を変えたい、やおちゃんでした。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ続いて、くりさんお願いします。これですか？はい、はい、どうぞ。嬉しい、お願いします。撮れて欲しかったの、緊張します。ありがとうございます。今日も美しいです。ということでお財布何使ってますか？お財布はこちらです。かわいい、ちょっと汚いんですけど、はい、ボッテガですね。いいですね。もうボッテガといえばこの色、うん、でもなんか黒とかもありますよね。そうなんですよ、やっぱり緑にしたのはなぜでしょう？それこそあのボッテガグリーンが流行り始めた時にもうこれ欲しいってなって買いました。なので3年前ぐらいですかね。どうですか、気に入ってるポイントとか？ポイントでもサイズ感が一番使いやすいかもです、結構他のと比べてもちょっと小さめちょっとちっちゃい。そうなんですよ、が使いやすいかも。ちなみにちょっと中を見せていただいていいですか？はい、全然何もない。あ、と汚れてる。ここに、ね、あ、ここに片押しでボッテガって書いてる。うんうん、うん、かわいい。カードも結構入りますね。確かにカード入りますね。うんうん、うん、詰め詰めです結構。中にもしっかり入りそうで使いやすそう、うん、で、お札で、お札で小銭です。小銭ケース、ここめっちゃ開く。これでも結構柔らかくなりました、多分使ってて、はい、結構いいんだ、やっぱだいぶ全体的に柔らかくなった気がします。うんうんうん、いいですね。ありがとうございます。続いてやですね。スマホケースもお願いします。続いてやですね。じゃあほぼやおちゃんと同じっていう。あ、でもなんか。なんか、あ、違う。そうですね。こっちの方がちょっと新しく出たタイプ。なんかここのとかにロゴがついてる。そうなんですよ。あと、ここが取り外しできる。え？どうやって？この、さっきやおちゃんなしで使ってる時にしたあったじゃないですか。これがつけたりつけなかったりできる形になってます。ここに出てない。そうなんですよ、ちょっとちゃんここに出てない。そうです、そうです。これが別ではめられるんですよ。すごい、そうなんです。同じブランドのものでも一緒に買いに行きましたそういえば新しいバージョンにして良かったことありました？でもそれこそ紐使わないので。そっか、あのこの出っ張ってるところがないから使いやすい、すっきりしました。いいですね。あとはもう絶対割れない、やっぱり落としてもめっちゃ強いです。やっぱ高橋って強いんだ。めっちゃ強いですね。私も3個目ぐらいです、ケース。3個目もういいリアクションがね。じゃあもう次買えるってなっても、でも私も多分すごくないですか？トポロジーかもしれないです。トポロジー、あ、すごい。じゃあ新しい方を使っている、はい、くりさんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チコのゆいかさんに来ていただきました。お願いします。お願いします。じゃあ早速、はい、買ってるお財布見せていただいてもよろしいですか？はい、財布はこれです。バレンシアガのグレージュ、グレーですかね。はい、なんか結構大人っぽい感じの色なので、うん、派手すぎず。確かに。でもなんか黒とかだとバッグの中で探すの結構埋もれて取れないとか、なんかどれってなるんですけど、この色だと意外と黒いバッグでも探しやすくて、そのパターンは新しい、はい、確かに。でも言われてみたらそうかもそうですね、この色おすすめです。いいですね、はい、5年か4年くらい使ってるんですけど、すごい物持ちがいい、位置が綺麗に意外と残っております。コンパクトなのに、はい、結構入ってる。あ、そうなんですよ、三つ折りなので、はい、こういう感じになってて、カードもここ、ここ、ここで3面入れられるようになってるので、はい、結構入ります。小銭がこっちで入ります。結構入るし、はい、取り出しやすい。おみくじとか入ってます。あ、本当ですか？おみくじ入ってます。すごい、やっぱみんな入れるんですね、はい。
年始にやったおみくじがここに入っております。ゆうかさんもやっぱバッグがちっちゃいですか？はい、小さいですね。やっぱそのぐらいの財布のサイズ感が、はい、ちょうどいいですね。ぴったりそうだな。三つ折りくらいだと全然入るので、携帯とイヤポッツとかも入ってます。バッグはチコで販売中です。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続いてスマホケースを。これです。おきたいです。お、これはちょっと電気入ってきてますが、どちらで？楽天で買いました。なんか iPhone ケースシンプルとかで調べて買いました。でもちょっとリアルですね、はい、すごいリアル。なんかピンクゴールドですか？なんか縁がちょっとピンクゴールドに、ね、なんかゴールドじゃないです。この辺が分かりやすいかも。かわいい、めっちゃ高見えしますね、はい、そう、でもめっちゃ安いので、うん、iPhone ケースシンプルで検索お願いします。検索していただくと出てくると思います。なんか洋服にもめっちゃ合いそう、この色は。あ、そうですね、ベージュ系なので、なんかどういう色の服でも合うし、なんかあんまり邪魔しないのがいいです。ありがとうございました。ということで、はい、チコのゆいかさんでした。ありがとうございます。はい、では続いてはこちらのお二人に来ていただきました。はい、瀬戸の伊丹です。はい、プロズベールの桃蔵です。お願いします。お願いします。嬉しい。じゃあ早速今日はお財布とスマホケースをご紹介いただきたいんですけど、はい、じゃあまず伊丹さん、はい、はい、お願いします。はい、お財布は何を使ってますか？はい、ロエベのカードケースを財布として使ってます。めっちゃ可愛いですねこれね、私も気になってたんですよ。可愛いですよね。中はカードとちょっとお金を折って折って入れてるんですね。はい、入れてます。何かあった時に、はい、ちょっとだけ普段は、はい、現金あんま使わないんですか？ほとんどのスマホのバーコード決済かクレジット。今日もね、バッグがちっちゃいからちょうどいいんですよ、ちっちゃいからこのサイズ感が。そうなんです。ロエベはもう1本だったんですか？はい、この前に使ってた財布がロエベで、はい、あ、そうだったんですか？合わせたいなって思ってて、フラッと12月ぐらいに行ったら、はいはい、めっちゃ可愛いやんってなって関西出てます関西出てますなって、もうクリスマスプレゼントに買いました、自分への。はい、これも結構色ありませんでした？はい、めっちゃありました。いろいろ。なぜこの色に？この色はなんかこのベージュとこのブルーの配色がもうすっごい私の好みだったので、これだって思ってしかもブルー似合いますよねちょうど今日も、ね、着てはい着てたので、めっちゃ可愛いんですよ。好きなんです。ありがとうございます。続いてスマホケースもいいですか？はい、スマホケースも、はい、何可愛いめっちゃ可愛いこれはこの前、うん、京都にあるサモエドカフェっていう、うん、この白いモフモフのワンちゃんがいっぱいいるカフェに行って絶対可愛いその時にチェキが売ってたので、もう可愛すぎて買っちゃいました。めっちゃ可愛いですね。ケースはどこのですか？ケースはどこのなんだろう、ネットとかネットだったような気がします多分ネットです。じゃあ、はいでもこの辺もね、落ちても大丈夫なような、はい、そうなんです、パカってはめるタイプ。それも色は結構あったんですか？色あったような気がするんですけど、はい、全然覚えてないなんとなくこちらになったという感じですかね。はい、透明がいい、ただそれだけということで、伊丹さんに来ていただきました、はい、ありがとうございましたありがとうございましたでは続いて、はい、桃蔵ジャーニー、はい、お願いします。では、はい、お財布を、はい、見せていただきたいです。使ってる財布はイブサンローランです。めっちゃ可愛いです。可愛いです。これは、はい、なぜ買ったとかあるんですか？これはあのプレゼントでもらって、そうなんですよ。自分で買ったんじゃなくて、はい、もらい物です。一番嬉しいよ。一番嬉しい。ちなみにちょっと中とか見せていただいてもいいですかね？はい、中身はこんな感じで。ね、そうですね、めっちゃシンプルです。ここは開くんですか？開かない？あ、ここ開きます。ここもあ、ちょっと何かしらのポイントカードを入れてます。入れてます。で、小銭が、はい、あ、そうです、ここにチャックついてて、このタイプめっ
めっちゃ使いやすいです。なんかそんなに大きすぎない意外とって感じで使いやすいです。なんか気に入ってるポイントとかあれば。でももうこのなんか黒にゴールドっていうこの配色がめっちゃ好きです。はい、私もです。デザインがもう気に入ってるって感じですね。ありがとうございます。はい、じゃあスマホケースも、スマホケース。はい。ケースもちょっとシンプルなんですけど、黒だ。黒です。こちらはどこのでしょうか？これはケースティファイです。すごい、ね、さっきね、予習したんです。そうなんです、はい、いいですね。でもここはもうみんなよく使ってるイメージ。そうですね、はい。これはちょっとあの好きなインスタグラマーさんのが使ってて可愛いなと思って買いました。やっぱ参考にしますよね、はい、そうですね。もう見てその人が使ってるのが欲しいと思ってもまんま真似しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、桃園ちゃんでした。はい、ありがとうございました。はい、では続いてテリーのテリちゃんに来ていただきました。お願いします。お願いします。まずお財布から何使ってるか教えていただいてもよろしいでしょうか？これを使ってます。はい、どこのですか？韓国ブランドのテデックっていうブランドのものになります。色が可愛いね。めちゃめちゃ色あります。あ、はい、そうなんだ。これは売ってるんかな。2年前ぐらいに買って、うんうんうん、テネック自体を知ったのは、うん、コロナ前。あ、へえ。結構前です。韓国旅行行った時に見つけたってことか。見つけたって。なるほどなるほど。でそれ以来ずっと気になってて、うん、で探したら日本でポップアップしてるっていうのを知った。その時に買ったものです。いいね。結構コンパクト。いや、そうです。私もカバン、小さいカバン大好きなので、それに入る財布を、うん、お財布を探して、これにたどり着きました。ちょっとじゃあ、パカッと開けたりしちゃってもいいですか？大丈夫ですかね。お札、広げて入るし、カードと小銭に入れる。こんなにコンパクトなのに、はい、思った以上に入りそう。はい、入ります。いいです。必要なものは入る。うんうんうん。じゃあ続いてスマホケースも見せていただきたいです。はい、お、シンプル。最近変えたんです。15プロに変えたんで。あ、そっか、大きくなってる。いちゃんシンプル。もうちょっと可愛いの探したいんですけど。いやでもシンプルだ。はい、どこで買ったの？電気屋さん。安定安定電気屋さん。はい、とりあえずの透明。ここもカバーされてる？15プロやっぱカメラは職業柄大事なんで、うんうんうん、カメラ傷つけないように買いました。すごい、カメラケース。ちゃんとなってるんだ。いいな。別売りですので。あと、これ別売り。別売りです。そっか、カメラだけ守って。はい、めっちゃ守られてましたから。いいですね。最近買ったということで、はい、中に何か入れるのかな。そうですね、これからこの色を見せたい。これを当分は見せて、見せたいんで、透明。いいですね、透明を保つということで。はい、ありがとうございました。はい、デリちゃんでした。はい、バイバイ。はい、では続いてラシッドのセラコさんに来ていただきました。お願いします。お願いします。初登場ということで、はい、ありがとうございます。嬉しい。では早速、はい、使っているお財布を見せていただいてもよろしいでしょうか？お財布はラシッドのハーフウォレットになります。かわいいです。結構容量がたっぷり入るんですけど、カードの枚数私あんまり入れないんですけど、余るぐらいあのいっぱい入れるところがあるところだったりとか。確かに。あと、お札のところが、そうなんですよ、分かれてるので、あの、ちょっとへそくり入れたりとかして、うん、めっちゃいい。やってます。いいですね。なんかそこ分かれてるのあんまりないから。そうなんですよ、ここが結構あの初めてだったので、はい、あのもう一目惚れで、これにしました。いいですね。そうなんです。小銭も結構取りやすそうというか。もうガバって開けられるので、いつもキャッシュレスなんですけど、はい、小銭が溜まってきたら、うんうんうん、あのガバッと出し入れしやすかったりとかするの で、 いいです、ね、レジとかでもあの焦らず取り出せるようになってます。うん、なんかめっちゃゴールドがアクセントに。そうなんです。なんか結構あのシルバーのアクセサリーとかすごい多いんですけど、うん、あのゴールドもあんまりギラギラしすぎないので、うんうん、普段も持ちやすかったりとか、休憩の時とかもサッと持って歩けるの で、 いいです、ね、ありがとうございま す、 います。じゃあ続いて、はい、スマホケースを、はい、お願いいたします。スマホケースも黒なんですけど、また可愛いのがついています。黒だけがあの H&M で買って、もうすごい安かったんですけど、
このミッキーの手はディズニーの買いました。ディズニーで買ったんですか？そうなんです。結構すぐ完売しちゃうみたいで、見つけたら即手に取ってました。いいですね、はい、種類結構何個かあるんですか？何個かありました。あとミッキーの帽子とかもあったりとかして、それも可愛かったんですけど、私は結構モノトーンが好きなの で、 そうですよ、ね、一緒にこう揃えたいなっていうので合わせてます。なんか別々に見えないです、これ。もともとなんかセットでついてたかのような。ここがちゃんとミッキーになってるのが結構好きで。ここはちゃんと使ってるんですか？あ、ここ、たまに使ってます。飾りがほとんどですかね。なんか食べたりもできるの？あ、まあ、できます。一応できるので、なんか、YouTube 見るときとか、パナクロチャンネルも見てるので。あ、嬉しい。ありがとうございます。優しい、ありがとうございますということで、セラコさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。